まとまたでお尻や手を作ろう。イエーイ。こんにちは、えっちゃんです。そして、いっちです。なのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回は女子3人で、嘘ですよ、大丈夫ですよ。いいですね。あ、いいですか。今回はですね、まあ、こちらマットマターというね、はい、メティックサンドにも似ているんですが、粘土みたいな、砂みたいな、カラフルなんですね。そうなんですよ。で、今回はこちらを使って、はい、イッチーのお尻を作っていきたいと思います。イエーイ。まあね、なんでイッチーのお尻かっていうと、そうなんですよ、うちの父方のお尻、ね、超プリケツで、学生時代プリケツと呼ばれていた女です。本当ですか。なんか特技があるみたいですね。そうなんですよ。椅子が作れます。お尻で椅子、お尻で椅子を作ります。いきます。はい、椅子だ。乗れちゃう、はい、沈んだ沈んだ沈んだ。このぐらいでいいですか。そう、ちゃんと調節してくれるんです、はい、あ、なるほど。そうなんです。自分の、そうです。すごいお尻出てるね。そうなんです。じゃあこれは作りがいがあるね。そうですね。まあね、まずはこれで遊んでみましょうか。ちょっとそうだね、触ったことないからね、これ。はい、まあ、ちなみに今回使う材料はこちら、こちら、マットマター、粘土ベラなど以上です。はい、とまあね、マットマターってキネティックサンドみたいな感じにも見えるけど、触り心地はサラサラしてる感じですね。うわー、すごい。全然手につく感じはしないですよね。軽い練り消しみたいな。あー、わかるわかる。練り消しだ、これ。すごいすごい、楽しい。ずっと触ってられる感じがしますね。ちょっと手形取ってみよう。そうだね、手形で。あー、手形。私って大きいんだよね。3人の手形をちょっとね。私宇宙人みたいって言われます。私ハンバーグみたいじゃないですか。ハンバーグ。なんでそんなみんな不思議な表現をするの。じゃあ手形やってみよう。よっちどうします。よっちの、じゃあちょっとこれ3つ合わせて分ける。うん、3つ合わせますか。あ、すごい、はい、あ、なんかいい感じ。じゃあ手形つけてみよう。ここら辺にしようかな。じゃあ、うん、せーの、えい、つくのこれ。つくのか。あ、でもまあ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 いけそう。あ、きた、ぐいぐい来てます今。せーの、は、おー、なんかハリウッドって感じ。いい。なんか家族でこういうのないですか、大人と子供。まあ、これぐらいの柔らかさとかが分かったので、お尻作っちゃう。作りましょうか。お尻作りましょう。じゃあ作りましょう。はい、お尻どうやって作ろう。やっぱり実際に見ないと分かんないからな。はぁ、はぁ、ちょっと男子やめて。お尻か。左尻、右尻で。右尻、右尻、右尻。私、イッチーとよく温泉行くんですよ。そうなんです。なんでもう私はイッチーのお尻を、生尻を、やだ。触ってるんですか。触ったことはまだないです。あ、でもね、触ったらプリプリしてそうな。なるほどね、今想像してる。ちょっと想像でこれちょっと作ってみる。なんかマッサージ店とかに行くと、うん、あのお尻が硬すぎて力入れないでくださいって言われます。え、硬いの。すごい硬いんです。キュッキュッキュッて上がってるんですよ。だから縦にグンって出てるんです。マッサージリーダーやってたからやっぱ筋肉が、ね、どうなんでしょうね。バドミントンもあるかも。あー、そっか、そういうのあるかもしれない。え、待って、上手じゃないですか。なんかどうしよう。え、どうしましょう。こっちにはえっちゃんがついてるからね。そうだよ。うわ、これは何ですか。どうしよう。こうだよね、多分。そうですね、そうですね。あー、あの、うちの近所すごいんで芸術が爆発してる系なので。今僕らも芸術爆発なんで。やばいじゃないですか。ビッグバン起こせんじゃない。右尻やばいかもしれない。あ、やっぱいい、いい音。やっぱえっちゃんすごい。すごい、お尻も作れる。お尻も作れる系 YouTuber。 はい、ということでできましたかね。そろそろ合体したいですよね。す、右と左で大きさが違うような気もしますが、絶対よっちがそれ遊んでたからだよね。なになに、ちょっとなくなっちゃった。取られちゃった。いや、余分な脂肪を取っただけです。うまいこと言う。そうですよ。よっちのお尻、ちょっとお顔の大きさが違うような。あ、あ、近い。あ、これ合わせられないですかね。ね、合わせよう、合わせよう。これなんか間に、あ、そうだ、ここ、あの背中の、あー、なるほど、尾低骨みたいな。あ、すごい、腰あたりから、はい、綺麗なね。いいじゃないですか、マーブル。なんか、右尻地球っぽいな。お尻と宇宙って感じですね。お尻はそれで成り立ってる。あ、お尻は宇宙、はい、ギャラクシーヒップ。お尻が壮大なぞ。まあ、お尻はお尻なんですけどね。プリケツ代表のイッチーさん、どうですか。いや、いいですね。あ、いいですか。うん、自分のケツどうですか。もうちょっと張りありますけど。あー、もっともっとありますけど、でもいい感じです。プリケツ代表から見てもいいケツ。いいケツですね。はい、ということで一応、はい、お尻完成です。イエーイ、お尻
ということでね、せっかく作ったんですが、うん、何ボンボン TV でさ、物作った後ってまあ壊したり、まあ壊すよね。あということで今回はこのお尻はちょっと切断させていただきます。わー、ちょっと切ないけどこの断面図気になるよね。気になりますね。そうですね、うん、じゃあ好きにもう切っちゃってください。じゃあもう最初のニュートはやっぱりそうですね、お尻日本の動画、イッチージャパン、はい、いきます。イッチージャパン、お結婚式のニュートみたい。お尻を切るイッチー、いてててててて、あーパッカー、わーパッカー、綺麗断面図。え、じゃあこっち側も切ってみよう。なる先輩が。じゃあ、はい、行きます。切ります。はい、ああ痛い。ああ痛い痛々しい。おお。いい感じ、崩れてる。すごいなんか切り心地もめっちゃサクサク。サクサク。うわー。本当アイスみたい。アイスみたい。すごい。リッチのお尻断面図大公開ですよ。大公開。夢が詰まってるね。じゃあ最後は潰しちゃいます。はい、そうそうそう、ああ。エッチャンブルトーさんが。やめろー。よっちロードを作ってる。よっちロード。わあ、よっちロード。なんか綺麗、すごく。ああいい。わあ。そのなんかファファしてるのが楽しいよね。楽しいですね。わあ、いい。見て見て、本当のアイスみたいじゃない？じゃあ、本当だ。なんかここがね、作った後ね。作ったの端っこが。はい、ということでね、イッチなるまるは普段はこういうさ。粘土遊びみたいなのやんないよね、あんまり。やんないですよ。もうずっとでも一緒にやってみたかったんだよね。だってずっともうえっちゃんの DIY も、りっちゃんのこの元気なね、レゴとか見たり、あとよっちのスライム、あ、そうだ、あ、そっか、そんなでもないか、あ、ちょっとか見たりとかしてたので、ここに来れたらめっちゃ嬉しいんですよ。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいよね。そうだね。私たちもこれからもね、UFO キャッチャー楽しみにしてるので、わー、はい、ということで今回はね、マットマターで遊んでみたんですけれど、皆さんもぜひこれで遊んでみてください。それではこの動画が面白かったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんまたお会いしましょう。またねー。またねー。またねー。えっちゃんの顔、イエーイ。あー